ゆいたのニュースチャンネルです。少子などに掲載されたゆみニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。もし気に入っていただけましたらグッドボタンですとかチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。はい、これまでにもこの、わら細工といいますか、こうわらで作ったこう巨大な、モニュメントオブジェですか、こちらに関する記事皆さんに紹介してきましたが、静岡県の島田市でこう虎のオブジェができたという記事が出ていましたので、関連サイトと合わせて紹介していきたいと思います。まず記事はこちら、あなたの静岡新聞からです。ジャンボトラの親子登場、年賀状の写真撮影スポット、島田の県道沿いとあります。記事を読んでいきます。島田市大城の県道81号沿いに4日、年末恒例のジャンボエトがお見舞いした。来年の江戸、トラの親子は迫力満点、年賀状用の写真撮影スポットとして人気で、県内外から早速見物客が訪れた。2月末まで展示するということです。こんな感じですね。なかなかの大きさですね。人間と比べてこれ大きさは分かるでしょうか。はい、続きます。地元の地域おこしのグループ大地田会が11月下旬から約2週間かけ、高さ約3メートル、幅約4メートルの虎の夫婦と寄り添う子ども計3頭を完成させた。間伐材や竹で作った骨組み、軽トラック2台分の藁を使用したと。こんな感じですね。まあ、どっちがお父さんかお母さんかちょっとはっきり分かりませんが、まあ、こちらが子虎ですね。はい、で新型コロナの感染拡大防止の観点から昨年は制作を見送ったため、2年ぶりの登場。家族4人で訪れた島田市の土屋真由美さんは、毎年楽しみにしている、また家族写真を撮影できて嬉しいと話した。大城地区を紹介するウェブサイト大城祭事記内では、展示会場の日中の様子を毎日ライブ配信している。夜間はライトアップを行う。期間中の週末は地場産品の販売なども行うということですね。こんな感じです。おそらくライトアップのこの2022などがつくんじゃないかなというふうには思います。こんな感じですね。はい、でこちらありました。この大城祭事記の際でこんな感じになってまして、まあ、こちらライブですね。9時から15時まで、まあ、日中だけということですね。まあ、ちょっと夜間なのでこんな感じになってますけど、まあ、日中ぜひ見てほしいなという、こんな感じですね。こんな感じで、こういう感じで、この作る様子ですとか、大城なんかのこう地域のことをこうこんな感じで発信していますね。こういう感じですね。まあ、こちらおそらくネズミ同士のものですね。こういう感じになってます。はい、ですね、こちら、この、これですね、ジャンボエト作りの様子というところで、こちら祭事記の動画をクリックしますと、こんな感じでですね、出てきていまして、まあ、テレビ朝日の記事ですとか、そういう感じのものの他に、こういう感じで、カレンダーも作ったんですね、これですとか、あとこちら TBS からも取材、SBS ですね、静岡テレビでしたか、SBS から取材できましたよですとか、こんな感じで出ていまして、これですね、まあ、こんな感じで動画も公開されています。まあ、こういう感じでちょっと戻りますとですね、ですね、少し戻ると、もともとはです、ね、これですね、こんな感じですか、こういう感じで骨組みから、まあ、こういう感じで竹などを切り出して、こういう感じで骨組みからこう作っていくんですね、こういうちょっとこの辺りグロテスクな感じもしますけど、まあ、こういう感じで中みたいな、こういうふうに骨組みを作って、それからこう藁を徐々にかぶせていって、こんな感じですか、でこういう感じですね、で徐々にこう色付けなどもしていくということですね、こういう感じです。ですから茶色のところは藁そのものですが、そこにこう白だったり黒だったりというのをこういう感じで縞模様をつけていくということですね。こういう感じです。こんな感じになってますね。でこういう感じで迎春というものですが、その横にはですね、ちょっと出てないですかね。これですね、こんな感じで。これは言葉ですね、2022。こういう感じで、ハート型の、どれでしたっけ、出てないんですけれども、あ、これですか。こう2022年こう芸春とあって、これですね。こういう感じでハートのちょっといきますと、あ、これですか。こういう感じでハートのこのオブジェなどもこんな感じで作られているんです。で、鐘を鳴らすようになっているということですね。ですから、おそらく夜間になるとライトアップされるんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっとこちらに夜間の様子に関しましては、ちょっとこの、先ほどのこれですか。ライブ配信ですか、こちらもちょっと残念ながら見ることができないので、まあ、現地へ行かないと見れませんよということみたいですね。こんな感じになってます。はい、でこちらのサイトとですね、記事と2つのサイト概要欄にリンク貼っておきますので、興味のある方はクリックして読んでいただいて、もしよろしかったらこちら、静岡県島田市大城ですが訪れてみてはいかがでしょうか。で今後もこうした形で視聴者などで掲載された良いニュースや楽しい話題皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。